こんにちは、つよぽんです。今日もハッピーボックスページからいくつかお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、ハッピーボックスページから何度かねお話しさせていただいているんですけれども、今日は今まではそうですね、プレイヤーさんのユーザーさんの、エピソードを中心にお話をさせていただいていたんですけれども、今回はエンジニアさんからのレビューをお話しさせていただこうかなと思います。はい、まず写真ですね。はい、レコーディングスタジオでハッピーボックス、こちらですね。はい、今日はカーソルをやたらめったら大きくしましたけれども、まずレビューですね。はい、ハッピーボックス、レコーディングで使わせてもらいました。ギターが2人いるバンドだったのですが、1人はハッピーボックスあり、もう1人はなしという感じで、質感を分けるのに使ってみました。今回は設備がしっかりしたレコーディングスタジオでの使用だったのですが、もっと過酷なリハースターに近いようなレコーディング環境でハッピーボックスを試してみたいと思っておりますというねレビューでした。これはやはりまあそうですね、プレイヤー感覚とは全然違う、エンジニアさんっていうのは演奏する人とはね当然視点が違うと思うんですけれども、ね、特にこのギターが2人いるバンドで、1人にはハッピーボックスを使ってもらって、もう1人はなしということで、質感を分けるのに使ってみるっていうのは、いやまず想定してないようなね、そう使い方だなと思って、とっても面白いなというふうに思いました。はい、まあそのおそらくねギターが2人いるバンドということなので、バンドのレコーディングを担当する中で、最終的な仕上がりを想定して質感を分けてみようということで、このエンジニアさんとバンドさんとの信頼関係っていうかねのもすごく感じることができましたし、そうした信頼関係を構築していく作業の流れの中で、一つの潤滑油的な形でハッピーボックスが使われているっていうことには、本当に感謝の気持ちを感じるところでございます。はい、あと他にもですね、ちょっと待ってください、残骸が。はい、まあその前にもちょっとねお話ししましたけど、ハッピーボックスを作る作業っていうのは、まあ、自宅のキッチンで換気扇回して大変地味な作業をしているんですけれども、まあ音楽にね国境がないということはもう皆さん承知のとこだとは思うんですけれども、オーストラリア在住のですねエンジニアさんからですねメッセージいただいて、この日本人の方なんですけれども、安西さん、直宗安西さん、はい、
まあ、ハッピーボックス使っていただいていてですね、そのオーストラリアのミュージックシーンっていうのはちょっと米英また日本の J ポップ J ロックとはちょっと違ったシーンがあるみたいなんですけれども、はい、そうしたあのオーストラリアのシーンで活躍されている安西さんからなんですが、はい、ハッピーボックスはアンプをブースに入れて、ブースっていうのはなんていうんですかね、まあ、小部屋みたいなもんですかね、はい、で演奏者プレイヤーが壁を通して長いシールドで接続するときに使ったそうです。音痩せを防いでよりブライトかつ星のある音になりましたというところですね、はい、これはまあ確かに、そうした時にね有効に使っていただけるといいなという制作地点でのコンセプトに沿っているところもありますし、まあそうしたねレコーディングエンジニアさんが、まあ、そのバンドとかプレイヤーさんにこれ使ってみないって勧めるのってなかなかのことだと思うんですよね。はい、まずいいなぁと思ってないと他人には勧めないと思いますし、まあ、特にレコーディングから録音からねマスタリングまでやられるこの方はエンジニアさんなんですけれども、その一連の作業ってなんていうのかな、ゴールを想定して最初の一歩を踏み出すという作業を頭の中にちゃんとイメージをして作業する行き当たりばったりじゃないですよね。そうした一連の作業の中で、その場面ではハッピーボックス使ってみようという形でですねチョイスをいただけるのはとても本当に光栄なことでハッピーだなというふうに感じるところでございます。はい、今回はエンジニアさんからのね声を元にお話をさせていただいているんですけれども、まあ、プレイヤーもすごくエンジニア、そういうプロデュースサウンドプロデュース的な視点を持っている人と、もうあくまで演奏に集中して、あとはエンジニアさん任せっていう人も様々だと思うんですけれどね。でこの安西さんという方はもともとは確かブームとかねのサポートでキーボード、僕ねずっとあのキーボーディストのイメージあって、でどうしてその今オーストラリアにいる彼と未だに連絡が取れてるかというと、レオ・セイヤーというね、アーティストさんのと一緒に来日してですね、来日中ですというところで久しぶりに会って、でコンサートにも招待してもらって、僕はてっきりキーボードを弾くんだろうなと思っていたら、なんとあのミキサーで来日してたということで、まあ、海外のエンジニアさんって、まあ、日本だとレコーディングはレコーディング、ライブはライブということで割と職場が分かれてる感じがするんですけれども、少なくとも、
オーストラリアのシーンではエンジニアはライブもレコーディングも分け隔てなくっていうかね、あの作業されているようで、まあ本当そうですね、長いお付き合いの方なんですけれども、そうですね、本当に大昔一緒にレコーディングをした時に彼がキーボードで、でもやっぱりすごく今エンジニアになっているのもまあわかるなというか、で僕自身も、一時期インディーズのバンドのアルバム丸ごとプライベートスタジオで録音したりしていたところもあって、そうしたサウンドプロデュース、エンジニア的視点もそればっかり、それをもうねその道一筋でやってる人とはまた違ったところはあると思うんですけれども、やはりいい音で録音したい、いい音でリスナーの耳に届けたいというところでですね、こうしたエンジニアさんってやっぱり本当独特の視点というか、なんだろうな、まあ音楽、音を言葉で言うこと自体すごくナンセンスで難しいところもあるんですけれども、プレイヤーさんってなんていうのかな、割と一般的には分かりづらいような抽象的ななんかことを表現をしたりするんですよね。例えばグリスが蘇っちゃったよこれとかね、グリスが蘇る日本語として意味が、でもなんとなくは分かるんですけどね、エンジニアさんっていや電話をもっとビシバシとか言わないからね、はい、120Hz みたいな周波数って言わないと届きませんからね、話がね。まあそういう低音ビシバシビシバシとかっていう、まあそれで通訳変換できる人もきっといるとは思うんですけれども、はい、まあということで、ハッピーボックスユーザーの中にはエンジニアさんからのこうした声もあるんだよというところで、本日はお話をさせていただきました。まだまだお話ししたいこともあるんですけれども、また次回ということでよろしくお願いいたします。つよぽんでした。バイバイ。